伊賀洋一君、えー、沖縄の風の伊賀良一です。まあ,あの中参考人、鈴木参考人、内田参考人、えー、本日本当にありがとうございました。まあ時間が限られておりますので、全員には質問できないと思いますけれども、まずあの鈴木参考人にお伺いしたいと思います。あの特にですね、まああの今先ほどの食の安全の問題でもありますが、まあ、食料安全保障あるいは食料自給率、えー、あの。 今日あの提出さあのいただいている資料にもありますように、やっぱり日米関係というのは、あの米国の、まあ、農産物をめぐる輸出入の問題では、日本があの、まあ、その市場としてです、ね、ずっと戦後、あのまあ、占領下、あるいはその日米安保条約の下での、まあ、ある意味で従属的な日米関係の中で、えー、そういう、まあ、消費の場として位置づけられてきている。 まあ、今回の、まあ、日米交渉もそ,れその一つでありますけれどもとりわけ今問題になっておりますのが米国の農業がいわゆる大規模農業で、えー、そして遺伝子組み換え作物それから、えーまあ、枯れ葉剤あの除草剤などそういうあの、まあ、機械化されたですね効率化された中で、えーまあ、この資料にもありますように食パンのグリホスアートの含有率 私たちが一番健康志向の全粒粉というものに一番多くあの含まれているなど、ですね、まあ、これが象徴していると思うんですけれども、えー、今日あの連合審査の中でも、学校給食に使われているパンにもグリフォーサートが混入しているとで、それに対するいわゆる検査は国としては何も行っていないと。 これ、地方自治体が行う仕組みがあるので、そういうことになっているという状況で、つまりまさに私たち国民の健康がですねあ,のあまりまあ全然、施設されないまま、こういう貿易交渉の下で、つまり表示そのものを消していくという流れが動いていますが、この辺全体の流れをですね、今一度教えていただきたいと思います鈴木参考人。先生のおっしゃるとおりですね。 今、日米関係でまさに戦後の占領政策として、我々はアメリカの穀物を大量に受け入れて、そしてまあそれによって助けられた面もありますが、我々の食生活はそのトウモロコシ、大豆、その小麦、アメリカのものをたくさん我々が消費してきたと、で今回はまあそのトウモロコシをまださらに買うようにというような要請も来てです、ね、そういう意味ではまあ占領政策がまだ続いているような 状況でもあるのかなと思いますがそういう中でアメリカではご案内のとおりの、えー、いろんな新たな技術遺伝子組み換え技術とかで、えー、特に大豆トウモロコシについては遺伝子組み換えにしてその除草剤をかけても枯れないようにしたとで小麦については遺伝子組み換えになってないけども、えー、収穫期にその除草剤をかけて枯れさせるとそれがまさに、えー、あの我々のがんやそれから神経的なその病気のもとになってるんじゃないかということで 心配になって、その4ページに表がありますが、食パン調べましたら、そんなふうな形で出てきていると。で、この基準値が、小麦は 30ppm ということに日本はなってますけれども、それに比べたら低いじゃないかと、だから大丈夫だという議論がありますけれども、これは米は 0.01ppm です。なぜ 30ppm になったかというと、 アメリカ側から、アメリカでもっともっとこの除草剤を大豆やトウモロコシや小麦にかけなきゃいけないと、だから日本の安全基準値をそれに合わせて緩めてくれと、そういうものを日本は、えー、対応してですね、こういう形にしてしまっていると、そういうことで、えー、ますますアメリカから輸入の穀物や農産物増えますが、それは、えー、先生が言われたとおり、いろんな意味で非常にあの危険な要素も含んでると。えー、それが、まあ、今、えー 今後ともですね、日米協定の過程の中で、さらに要求を受けざるをえないということについて、我々はしっかりと考えなきゃいけないんじゃないかと思っております委員長いや、洋一君、まああの。指摘されております、まあ、食料自給率やです、ね、そういうものの今の危機的な状況に対して、我が国としてはですね、この国内の農,農業、いわゆるわれと健康志向の中では、あの 自国産の麦やです、ね、そういったものを使うという思考は強いと思うんですけれども、現実的に我が国がその自給に向けて、やはり努力するということはできない環境にあるんでしょうか、それともできると見ていますか鈴木参考まずは政策的にこういうふうな動きをどう止めるかということは重要ですけれども、それ以上に私たちが、国民の皆さんがこの実態に気付いて、 危険なものは自分たちは避けると、そういうふうな形で、ですね、例えば表示ができなくなっても、アメリカの消費者も動きましたように、表示ができなくされれば、ですね、そうすれば、きちんとした安全安心なものを自分たちの流通ルートで確保しようと、生産者と消費者の結びつき、あるいは安全安心なものを流通させてくれる企業、そういうものとしっかりとネットワークを作って、安全安心なものを作る生産者と それからそれを流通されるする人たちと、それと消費者の自分たちが、自分たちの力で自分たちの命と暮らしを守っていこうと、そういうふうなネットワークをですね、しっかりと作っていこうという運動、それをみんなで強化していく、このことが非常に重要なんではないかというふうに考えております。いやいや、よいちちゃん。 さあと何も関係してくるんですけどもいわゆる国内の磁ああ場の作物が危ないという認識がとても強,いで強くなってますねそういうあたりも含めて私たちも,もちろん世界的なこうう国と国との貿易協定っていうのはいろんな事情があるんでしょうけどもでもやはり今これがども隠されていく流れの中にある中ですねやはりこういうあの日米貿易協定をめぐって 本当にぶつかっている国益というのは、実は企業益である場合もあって、あのそういうものをあのぜひですね、あのよりあの深く理解するためには、どういったことが必要でしょうか鈴木参考人あの。そういうふうな情報について、十分に国民の皆さんが認識している状況ではないと思いますので、そういうふうな安全安心に関する、 それは輸入だけでなくて、国内のものもそうですが、そういうことについての客観的な情報をしっかり共有できる仕組みをですね作る、そういうことを国民、消費者、住民の皆さんにしっかりと知らせていくですね仕組みを私たちは強化する必要があるんじゃないかと、それによってどう動くべきかという議論がしっかりとできるんじゃないかというふうに考えております。 ありがとうございます。えー、残りの時間でですねあの、先ほど中川参考人、それから内田参考人からは、今回の貿易協定の最大の、ま、日本政府の成果は、通商拡大法232条の自動、ま、追加、関税、 追加措置というものが行われなかったこと、これを行わせないことを担保したというふうに評価しているというふうな形だったように思うんですけれども、しかし、名文上はです、ね、どこにもそれは出てこないわけですね、えつまりあの、でもそれによって、いわゆるあのその協定がもたらす あの金額的な評価ではゼロになるということを前提に、あの先ほどうち、鈴木参考人が約1兆円のマイナスになるということが否定されているわけですけれども、これについて、あのあお二人の参考人のご意見を伺ってお中川参考人、えっと。お答えいたします、あの協定の本文には、そのことはあの盛り込まれていませんけれども、 えと2019年9月25日付の日米共同声明の中で、あの私の用意した配布資料の4ページですけれども、そこであの青い字で、えー、アンダーライン引きましたけれども、日米両国はこれらの協定が誠実に履行されている間、両協定および本共同声明の精神に反する行動を取らないと。で その精神に反する行動というのは、えー、通商拡大法の追加関税であるということについては、明確な了解がありますので,で、えー、共同声明、首脳同士の共同声明というところで、実際上、えー、発動を封印したというふうに、あの解釈できると思います内田参考人。はいいありがとうございます あの私はです、ね、あの目的を拡大法の制裁関税の回避に設定したと申しましたがこれ自体が間違いだと思っていますしその結果、何の明文化された担保も取れていないというのが私の,あの分析です。えー、でその共同声明のの文章にしてもです、ね、それから関税撤廃の お約束をアメリカがしたかどうかという議論の、まあ、付属書の文書にしてもですねこれ、国会ではあの英文のこう解釈問題みたいな議論もですね、えー、拝見しましたが、まあ、私から言わせればですねあのまさにですね玉虫色のグレーにどっちも取れるという,もう典型的な交渉の中でですね、えー、もうはっきり言うとどっちかはもうどっちも困っちゃうというようなですねので、まあ、苦肉の策で。あの 設定した文書といいう,うに思っていますでですからあのアメリカの側もですねはっきりと制裁関税を課さないっていうふうには書きたくないわけですよおーそして、えー、関税撤廃にしてもですねあの将来の交渉の対象にするなんて曖昧なことをですねあの書いたのはその私は実は約束してないからと思ってますけどもあのはっきり書けばですねもうあの 大変なことになるということなので、あのここはぜひですね、あの重大な事実だと思っています。なので、えー、その曖昧なままですね、それぞれの説明が違うという状態を放置したまま批准すればですね、大変な問題になると思ってますので、ぜひ追及をいただきたいという点でございます。以上をもちまして、はい、し参考人のに対する質疑は終了いたしました。<laughs> 参考人の皆様に一言御礼申し上げます。参考人の皆様には長時間にわたり貴重な時間をご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。本日はこれにて散会いたします。